はい、皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和真と申します。本日はですね、アリババで工場を検索した時にですね、その工場がねどういった会社であるのかっていうのをですねチェックする一つの方法についてですね話してみたいと思いますので、ちゃんと信頼できるですね工場であるかどうかっていうのを、ね、調べるためにもですね今日やっていることを実行してみるんじゃないかなと思います。もし本日の内容にご興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツを始めていきたいと思います。今日皆さんにご紹介するのはですねサプライヤーの見方なんですけども、これ今ねアリババでこのサプライヤーというのをクリックしていただきまして、こうやって、ちょっとクリックしますとメーカーのねトップページの方に行きます。これはですね、ヤンコンオーガストインダストリー&トレイルコーポレーション ATD というものなんですけども、まあ、ここで見れるのがですね、まずカンパニーオーバービューというところですね、会社の概要というところで、ここにねいくつか会社の写真とか、まあこれモデルルームみたいなところですね、あります。まあ、これでねちょっとこう会社はそんなに大きくなさそうかなというふうにねちょっと見たりとか、で実際これ見るとですねトータルエンプロイーっていうのはですね11から50人っていうので、そんなに大きい会社ではないと思います。ジージャンチャイナっていうところに、存在しまして、まあサプライインデックスは 2個、そんなに、よくはないですけども、まあ、まあ普通という感じですね。でレスポンスタイムというのは8時間以下で、レスポンスタイムは 87.74%、顧客の満足度っていうのはね、5点中 4.5 と、まあ、してたって高いかなというふうに思います。これですね、ビジネスタイプというのはね、マニュファクチャーというのは製造会社、トレーディングカンパニーというのは商社というんですね。この会社も、まあ、商社もやりながら、まあ、製造会社も持っているという状況ではあります。はい。まあ、そういった感じですね。ではメインプロダクトというのはね、ワインストッパー、ワインコークスクリュー、カクテルシェイカー、ワインオープナー、ジューサー。この辺がですね、メインの商品であるということがですね、パッとわかるわけですよ。で、ファクトリーサイズというのはね、1000から3000、スクエアフィート。これがね、実際にこと、工場の様子みたいな感じですね。はい。まあ、こういうところでこう商品が作られているので、まあ、一応工場があるというところは一応分かるとは思います。で、まあ、このファクトリーのね住所っていうのがあればね、ナンバー379の4号 G ジャンというところにこう存在しますと、まあ、OEM のサービスもやってますよということですね、ちょっと言っておきます。で、ちょっともう一個なんか見てみようと思うんですけども、このハンゾーっていうんですね、はい、こちらはねもうちょっと大きいサイズの会社かなと思って、実際に動画とかもあります。まあ、このようにですね、会社の様子っていうのをね、やってます。まあ、これだけでもね、ざっと5、60人ぐらいいるっていうのがね、わかると思います。はい。で、まあ、こういう感じでね、会社の工場もありまして、とかいう感じでね、いろいろと状況が見えると思いますので、検品のとこですね。まあ、こういった感じですね、この会社に状況が出ているので、ある程度こういう会社だなと。で、これも11人から50人ぐらいと。会社の設備は2012年と。バキュームフラスク、フレンチプレス。まあ、この辺がね、得意とする商品。製造会社でもあり、トレーディングカンパニー、商社でもあると。ね。はい、まあ、そういった感じですね。ニュアルレビニューっていうのは取引高というのはコンフィデンシャル極秘というふうになっているんですけど、まあ、こんな感じでね、会社の情報とかいろいろ書かれてますので、この辺ね、こういった感じでどん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 見ていくというのが一ついいんじゃないのかなというふうに思います。この会社のサイトっていうのは必ずありますので、ここを見るだけでもですね、会社の雰囲気、サイズ感っていうのをね、こう掴めるというのがですね、このアリババの会社概要ページの状況を見ることによって伺えますと。ね、はい、まあ、こんな感じですね、いろいろと見てみながらですね、どの会社がいいのかなという形ですね、チェックしていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、一つですねこの辺の見方っていうのはですね、今この動画はねやっぱり見てみようとして、動画を見ることによってある程度の雰囲気っていうのはね分かるわけですし、ちゃんと工場なのか、もしくは工場を持たない商社なのか、商社ということはですね、少し仕入れに対してですね利益を乗っけて我々の方に販売してきますため、仕入れ値がそもそもちょっと高くなったりとかするっていうね、デメリットもありますので、なるべく工場とですね、直に連絡を取れるかどうかっていうのが結構重要になってくると思います。はい、それではですね、今日はですね、アリババのカンパニープロフィールのね、見方について簡単にちょっとお話ししてみました。本日の内容が良かったと思っていただければ、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方がよろしくお願いします。またツイッターの方ですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また、日々稼ぐのノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.